人たち、ちょっと聞いてほしい話があるんですよね。WBC のスライマン会長、 WBA のメンドサ会長、120対っていうスコアをつけるのあんまり好きじゃないんですよ。フルマークというの嫌いですか？それやると他にもミスマッチ、1ラウンドぐらいやれよ。それでないとそういう試合を承認した WBC や WBA の恥になるじゃないですか、立場上ね。だからそうきちんとつければいいんですよ、全部 10対9だったら120対108でいいんですけど、自分のやつだなと、あのラウンドはやってやれないことはなかった、私それ両方から聞いたんですよ、マッチメーカーは。ああやはり会長さんこういうこと、立場が違うとこういう考えなんだな。まあ、あくまでも私的なこうつぶやきだったんじゃないですか。ラストラウンドです。だから立場が違いますから ね、まあ、ね、世界タイトルマッチを承認する団体 の、その長としてです ね、WBA 世界フライ級のタイトルマッチです。まあそれは立場違い、120対108だったら120対108つけりゃいいじゃないかって、それも一つの正論ですよ ね。あと3分間にかけています、挑戦者アスローム。パーラーももう俺は打たなくてもいいとい う、逃げ切りですね、逃げ切り体制になっています。だから両者の、まあ、スタートでの立場の違いですよね、パーラーはとにかく内容関係なしに勝てばいいわけですから、それでアスローの場合 もう負けちゃいけないわけですからね、パーラーも足を使ってさばきに来ました。こういう相手をもう倒すのはもう至難の技です。パーラーとしてはもう打ち合う必要全然ないんですよね、もうポイントは十分積み重ねて、倒されなさえしなければもうこれ自分タイトル防衛ですよね。これは大変です。もう望み薄です。ダイバースローム、ね、出てきて相手打ち終わった時にポンとそのカウンター当てて、ちなみにね、この試合でのそのパーラファイトマネー良かったらしいですよ。ああそうですか。坂田戦の約倍、2試合分、やっぱりそのアスロームだからね、噂ですけどね、だけど、まあ、いいファイトマネー取って敵地へ行って戦ってると。パーラ自身もこんなにイージーな、その楽な防衛戦になると思わなかったんじゃないですかね。パーラー最後にもう一発倒してやろうかという、そういう色気は出ないか。パーラーからするとちょっと出そうもないですね、この展開。ただね、アスロームとしてはね、ここで手出すのはファンのためにはいいことですよ、ね、ラストラウンドも手出さないで終わったらね、本当にお客さんに対して申し訳ないですよ。そうですね、攻める姿勢っていうのは大事ですよね。もうあと10秒切りましょう。マラスクでした。試合終了です。一応アスローム両腕上げていますけれども、とても結果がアスロームに良い結果が出るとは思えません。 WBA 世界フライ級のタイトルマッチ、あとは判定が出るのを待つだけです。担ぎ上げられたチャンピオン、ラストもパーラですね。だから2ラウンド目10対8つけましたよね、だから120対107、120対107フルマークです。私がジャッジだったらスライマン会長にちょっと嫌味言われるジャッジですよ。今度会ったら言われますよ、ジョー、つけたなって。エキサイトマッチをご覧にならないことを、私はそんなん気にしませんから、ジャッジじゃないんですよ、解説者ですから、はい、正義の見たままつけられますんで。ソニーダクトミッチ、まあまあ、結果台湾サイドですね。チャンピオンですね。スコア言いましょうね、118対109、119対108、120対107。やっぱりいましたね、フルマークの方が、ロネンソ・パーラ、
もあえて楽勝と、言いましょう。アスローム期待の世界挑戦だったんですが完敗です。パーラー5度目の防衛に成功いたしました。綺麗な顔してますよパーラー ね、 ね、ほとんどパンチ食ってないですもんね。いや結果はもう楽勝という展開だったんですが、見てください、9ポイント差、11ポイント差、13ポイント差ですね。はいはい、だこんな試合でも1点2点与えてるジャッジいるでしょ、ですね、うん、人情派なんですよね本当に。だからそういうの120体っていうのはねノックアウト負けに近いんですよ。はい、ね、はい、さあ、あ、まずはこのダウンのシーン、これが、まあ、序盤でありながら浜さん結構決定的に近いな、このダウンがあったからそうだったんだということよりもですね、このダウンはいずれそうというダウン取られるだろうという状態があるわけですね。はいはい、まあ、なんでそういう風になったかというのはですね、やっぱり体が縮まってしまってパンチが全然伸びてない、まあ、伸びてないどころがパンチが出ないですからね、まあ、なんでそこまで硬いか、まあ、ガチガチなのかというのはやっぱり何年も夢に見てきた、まあ、これは本人ですけど、そして期待されて期待通りに来た本人がいざ本番になったと、まあ、この試合決まったと同時に相当宣伝、まあ、注目もされたでしょうね、はい、試合が近づくにつれて本人もなんでこんなに硬いんだろうと分かりながら練習してきたでしょうね、ええ、おそらく練習でもやっぱりパンチが伸びなかったんじゃないかと思いますよね。まあ本当に海外の選手はプレッシャーに強いんですけどね、プレッシャーに潰された感がありますね。フランスボクシング界大ショックの一日でありました。